で今こんな感じで、はい、めっちゃ入るんだよね、はい、これが。それじゃあ始めます、うん、よろしくお願いいたします。はいはい、皆さんごきげんよう、マジュリアです。本日もご清聴いただきましてありがとうございます。はい、今年も残りわずかとなりましたが、本日もとっても素敵なゲストの方がお見えになっております。アディクションカウンセラーで現在精神薬の中毒性について研究されていらっしゃって、まあ、精神薬の中毒症状に悩んでいらっしゃる患者さんのカウンセリングされていらっしゃいます、藤中真希さんです。ごきげんよう。こんばんは、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしておなじみ、いつもお世話になっているあの映画監督で芸術家の増山怜さんが本日もサブ MC に入ってくださります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。藤中真希さんは、まあ、当番組にねもう何度かご出演くださっておりますが、まあ、今日初めて機会で視聴者もいらっしゃいますので、自己紹介を改めてお願いできますでしょうか。そうですね、私は2011年からなんですけれども、あの薬物依存アディクションの人たちの、まあ、心のケアとか、あとはその、まあまあ、治療といいますか、あのアメリカの方の先生から、そういう治療方法とかそういったものを学んで、一応アディクションのカウンセラーの資格をちょっとあの取ることができたんですね、日本で、はい、であのそういった方とか方たちの、まあ、ケアをしたりですとか、はい、あと、まあ、そういうのを、まあ、生かしてというか、あの今私市民メディアっていうところで、はい、あの広報もやってるので、はい、まあ、そういうメディアでもこういった情報をあのゆりあちゃんのラジオみたいに NG なしで発信していきたいなと思ってます、はい、そうですよね、はい、マキさんがなさっていらっしゃいます、うん、市民メディアさんは、うん、あの立ち上がったばかりですが、うん、もうすでに何十万と YouTube の再生動画があったりと、ね、まあ、非常に精力的な、うん、まあ、地上波にも進出してますしね、うん、1年ですかね、はい、はい、1周年、うん、おめでとうございます、はい、うん、アディクションって言葉が今ちょくちょく出てきてますが、うん、アディクションって何ですか？基本的にはあの、はい、依存症なんですけれども、はい、あの依存に陥ってる人、うん、状態の人のことはアディクトっていうふうに言うんですけど、はいはい、なんかあの日本語表記だとあのちゃんと読むと依存症らしいんですよね、はい、でもなんかみんなもう依存依存って言ってるので、はい、まあ、私もちょっと濁音で言ってしまうことが多いんですけど、はい、まあ、いわゆるその状態から抜け出せないでいる人、はい、対象物がまあ常にあるっていうことで、私の場合はそのドラッグですよね、はい、あのそれがその依存の対象になってる人たちのことをちょっと勉強させてもらったっていう感じですかね、はい、まあ、ドラッグ精神薬というと、うん、あの私の親戚にも結構身近な人たちが、うん、まあ、昔やったりしていたんですよね、うんうん、私の父が、まあ、寝れないっていう不眠症から始めて、うん、で睡眠薬を飲んで、うん、それがどん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 量が増えて、うん、で結局依存症になって、うん、どんな薬も効かなくなっちゃって入院しだして、うん、でもう何十菌も捨てしまったこともありますし、うん、あと元旦那もやってましたね、うん、もういろいろ身近にやってる人がいますが、本当に怖いものだなって思います、まあ、まあ、麻薬のような、うん、ちょっとあんまり変わらないものですよね、うん、まあ、でもこういったのって、はい、あの製薬会社とか、うん、あとそのまあ病院、まあ、精神科ですけど、うん、そういったところがキャンペーンをするんですよね、はい、あのなんかこうふって湧いたように、うん、うん、まあ、昔だったら、うん、あの不眠のキャンペーンとか、はい、あとはその、はい、うつは心の風邪っていうキャッチコピーだったりとか、何それ、はい、うん、あとは、最近はお子さんとか、うん、そういった、うん、あの方が多いんですけど、はい、発達障害であったりとか、はい、夜尿症とかあのおねしょですよね、はい、とかあと産後うつとかもそうなんですけれども、はい、全部これ向精神薬が処方されるような状態なんですよ、はい、うん、なので、まあ、そういったことを、うん、あのピックアップしてというかあのコマーシャルして、はい、であのそれに値する、まあ、新薬というかその治験対象になるんですけれども、はい、そういった薬を使っていくっていう動きが連動してあるんですよね、はい、うん、だからそういうことが結構あるっていう、うん、うん、まあ、それがちょっとやっぱりちょっと、まあ、要注意というか、だから何か言い始めた時にそれがちょっと結構要注意なんですよ、はい、うん、まあ、だん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 やっぱり精神薬、まあ、精神科も利権ですから、うんうん、まあ、私たちのためにやってるわけじゃなくて、うん、彼ら儲かるからやってるわけで、だからいろんなキャンペーンをねやってますよね、いろんな新種の病を勝手に滅亡したりね、うん、そうそう、ゲーム依存症とか多幸症とかいろんな病気が出てますよね、増山怜さんの周りはあの精神病の患者さんとか、うん、あの精神薬飲みすぎてもう大変なことになっていらっしゃる方とかもいらっしゃいますか？
はい、私は芸術大学の出身なんですけれども、うん、当時一緒に活動してた多摩美での、ほぼ同級生というか、私は芸大だったんですけど一緒に遊んでいた、うん、仲間でアーティスト志望の子が在学中に、うん、向精神薬を、うん、大量に摂取する形で、うん、亡くなったことがありまして、うん、でその時から芸大や美大の周りというのは、うん、やはり一般と比べて、うん、まあ、変わってる方が多いっていうのも、うん、あるかもしれないんですけれども、はい、彼女以外にも、精神治療を行いながら、うん、だんだん量が増えていくという友人を数多く見てきました、うん、ですのでどうしたら根本的にこの状況を変えられるのかなとずっと考えていたので、牧さんの活動はいつもすごく頼もしく拝見させて勉強させていただいてます、はい、もう本当にこれは世の中のタブーな問題だから、メディアもなかなか扱いにくいですし、やっぱり医療の利権ってありますから。そうですね、あと、はい、やっぱり一方で、うん、要はレクリエーション的にそういうドラッグを使う人っていうのがいるじゃないですか、はい、まあ、例えばその違法ドラッグとかだったらね、うん、まあ、分かりやすいんだけど、はい、麻薬とか、まあ、覚醒剤とか、うん、まあ、ちょっと危険ドラッグもそうだし、うん、いろいろなものがあるんだけども、医薬品もやっぱり、うん、そういう類のものというか、はい、同じような効果のもの、例えば化学式なんかで見ると、うん、あまり変わらないようなものが結構あるんですよ、はい、あるんです、そういうのが。はい、もともと例えば LSD とか、ね、うん、はい、そういったものにしても製薬会社がもともと開発したものだったりするし、はい、であと、うん、まあ、最近もね、ちょっとうつ病の治験っていうことで、うん、またこう新しい実験をこう製薬会社がしようとしてるんですよ。怖くないですか、うつ病の治験怖。そう、何か所かで見たんですけど、はい、まあ、一応条件ってあるんですよね、その治験するためので、一応なんか、はい、何歳から何歳ですかとか、うん、年齢とか、あとはその、うん、自分の持ってる持病とかそういったのがこう聞かれて、うん、まあ、結局、まあ、それのアンケートに答えて大丈夫な人がその治験に参加できるっていうシステムにはなってるんですけれども、はい、今度は点鼻薬で出るんですよ、はい、要はこう鼻から吸入する。でも思い出してくださいね、外国映画とかで粉を鼻から吸引するスニッファーってあるじゃないですか。あります、あります。スニッフィングって言うんですか、はいはい、ああいう感じで、要はこう吸引して、うん、その点鼻で、うん、摂取するタイプの抗うつ薬という名目で、うん、はい、一応何かの薬を実験しようとしてるんですよ、うん、治験として今、うん、で私それでちょっと数年前から LSD とケタミンっていう、もう処方が禁止になってる、もともとは、まあ、なんていうのか、製薬会社が作ったものなんですけど、両方ともでも違法性が高いっていうことで結構依存したりとか、うん、まあ、そういうものをレクリエーション的に使ったりっていうことで、うん、まあ、日本ではもう麻薬指定とかになってる薬なんですけれども、それを再燃というか、うん、再びね、やっぱりうつには効果があるんじゃないかっていう研究が海外でちょっと盛んになってきてて、うん、でそれの使い方がそのケタミンなんですけど、はい、点鼻なんですよ、うんうん、なのでちょっと私もしかしたら日本でケタミンをもう一度復活させるための治験っていうか実験をね、始めるのかなと思って、はい、そのケタミンって先ほどから名前が出ております、うん、すいません、そのケタミンを飲むとどうなるんですか、うん、これね、麻薬で、はい、麻酔薬って幻覚剤なんですよ、はい、ケタミンって幻覚剤ほぼほぼ、はいはい、ベトナム戦争とかで負傷兵とかの治療になんか使われてたりとか、はい、まあ、なんか一般的なね、こう麻薬、うん、麻酔薬がなんかもたらすっていうか、こうなんていうんですかね、乖離するっていうか、現実逃避的ななんかそういう風な作用が高い薬って言われてるんですよね、はい、うん、でこれはなんか結構まあ、調べるとねよく出てくるんですけど、うん、まあ、幻覚剤でそのプロトタイプというか原型がフェンサイクリジンって言って、はい、まあ、通常まあ、通称名がエンジェルダストっていう名前で、もう結構その悪い薬のリストに入ってるような、はい、薬なんですよ、はい、うん、だ日本もだからさ、うん、LSD とかね MDMA とかいろんな薬あったけど、うん、まあ、それと並ぶような扱いの薬
元医薬品だけど、はい、その薬がもしかしたら私はちょっと治験でうつ病とかにまた使おうとしてるんじゃないのかなって、はい、なんとなくなんですけど、昔日本では使われてはいたんでしょうか、うん、なるほど、うん、でそれによってやっぱ幻覚症状に悩んで、うん、まあ、最悪の場合自殺したりした患者とかもいらっしゃったんですからね、うん、なんか自殺する、はい、自殺気とかこう現れやすい薬と現れにくい薬があって、ケトミンはあんまりそこは効かないんですけど、まあでもやっぱり脳に作用する薬なので、あの安全っていうふうには全く言ってはいけないとは思うんですけど、危ないからやっぱり一度日本でも麻薬指定になって、まあ処方とかできなくなった薬なわけだから、それを再びまたうつ病にっていうのはちょっと私は、うん、海外ではそういうあの研究してる人いますけど、はい、LSD も海外ってどうなった、アメリカとかですか、うん、はい、イギリスとかアメリカとかですよね、もうあちこちでやってますよ、はい、今、はい、調べると、うん、なるほど、いや怖いですよね、あのうちの父もそうですけど、うん、まずは睡眠障害から入って、うん、でだんだんこう薬の量を増やしていくっていうやり方は結構どの精神科もするんですかね、あのうちの父の最後のその入院してるとこ、入院してる時に見舞いに行って、もうびっくりしたんですけど、17種類の精神薬を処方されていて、もうびっくりしました。でどれも同じような効用しかないと書いても、17種類ですよ。最初は睡眠薬の1種類から入って、それってなんでこうどんどん量を増やしていくんですかね。そして患者はどうしてあのおかしいと気づかないんですかね、結局その薬を飲むと副作用が出る、でその副作用をやっぱり自分の不定愁訴だっていうふうに受け止めて、それをまた医者に話すから、それに対しての薬が出るっていうのでどんどん加算されていくんですよね。なるほど、はい、お医者さんってあんまりその副作用ですよとか言ってくれないんですよね。で言わない、副作用が出るとそれに対してそれを抑制する薬を出そうとするっていうか。ああそういうこと。だからどん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 身体症状でも、はい、例えば便秘とかそういうのと、はい、あの起こる薬がものすごく多いんですけど、下剤とかもだからバンバン出すし。そうですよね、まあ、例えば抗生剤を飲むと、まあ、腸内の細菌が壊りやすいから、腸内の細菌を壊さないようにする薬とかも胃腸薬も処方されるし、そうそう、それどんどんどん増えていっちゃうんですよね、薬の量が、はい、だから結構腸なんかのそういう薬飲んでると蠕動運動ができなくなって、便秘がな、まあ、治らないばかりかとか、ね、飲んでも飲んでも下剤飲んでも効かなくなっちゃうでしょ。もうだんだん麻痺してくるって言いますよね、うん、だから結構その薬を大量に飲んでる、はい、まあ、統合失調症とか言われた方なんかはね、結構大量に飲んでる人多いんですけども、はい、もうお腹がパンパンな状態で、要はその便秘で、はい、あの救急で運ばれたりとか、はい、そういうの結構多いんですよ。なるほど、もう下剤が効かないんで。すごいですね。現在のその精神科の治療の中で、量